ファーストのレオとマナトが5月6日、グループでナビゲーターを務める番組、ミリオンビリオン、J-WAVE、毎週土曜17時に出演。ファーストと同じくスカイハイ主催レーベル、BMSG に所属する男性8人組ダンス&ボーカルグループ、マゼルとの近況を明かし、話題を呼んでいる。レオ、マゼルメンバーとの交流明かす2023年3月にプレデビューを果たし、5月にメジャーデビューが決まっているマゼル。そのメジャーデビュー曲、ビビッドのミュージックビデオのティザーが公開されたことを受け、レオは、僕は一足先にメガボルト本編を見させていただいたんですけど、これはもう極秘事項なので僕からは何も言えないんですけど、すごく良いメガボルトだなと思いましたよ。なので皆さんも楽しみにしておいてくれれば、とファンに呼びかけた。そんなマゼルとの近況をマナトから聞かれたレオは、ナオヤが誕生日近いからご飯行こうねとは話してる、と、4月28日に20歳の誕生日を迎えたナオヤと食事に行く約束をしていると答え、マナトも、意外と僕たち B、ファーストとマゼルの交流はあって、と明かしていた。バル、E。ファースト&マゼルのコラボの可能性に言及メジャーデビューに向けて準備期間であるマゼルに対し、準備期間がタイトな中でやっていかなきゃいけないじゃない。だから懐かしく感じたというか、何かあったら相談とか乗りたい、と自身のデビュー時と重ねていたレオ。マナトは、日本発信だし、合宿を経てできたグループという面で似たような境遇だから、今後グループ同士のコラボとかあったらすごい楽しみ、と期待を寄せ、レオも、絶対あると思う、と可能性を伺わせていた。バル、E、ファースト&マゼルの交流に反響 B、ファーストとマゼルの交流が垣間見えた今回の放送に、ファンからは、マゼルとの話聞けて嬉しい、ナオヤのバースデー祝うレオ素敵、もっと聞きたい、コラボもぜひやってほしい、などの声が寄せられている。